だいぶ下埋めたね。この地下通路は、うん、有効活用していいんですか？あのね、一応それ鉱脈なんですよ、一応はね。鉱脈と避難用なんです、隣の建物に行くための。ああ、なるほど、なるほど。なんですけど、私ちょっと地下っていうもの自体が非常にもう危険なものだなと思い始めておりましてですね。はい。うすうす理由はご存知だと思うんですが。あれですね、落盤事故が起こるんですよね。そうです、地下から襲撃を受けるっていう恐ろしい事件があった。うわ、すげえ、めっちゃ掘ってる、これ。何これ？地下。ちょっと皆さん緊急会議をしますので、この2階に集まってください。これ鉄がありますよ、ここ。聞いてますか？取れない。あ、取れた。鉄この部屋。ルールール。あ、行きます。すいません。どこだ。あ、もう殴んない、その辺を殴らない。まだまだ。でも全然道わかんない、これ。ないこれ。そういうとこ殴ると、ゾンビがわーって入ってきちゃうから気をつけて。一旦俺窓ガラス割ったらみんなこっち向いた。じゃあさ、あれは補強してたんです。なるほど。あ、そっかそっか、直すやつね。あ、ちょっとお疲れちゃうんじゃないですか、私。お疲れちゃう。じゃあ、カワウソは死んだことにしましょう。はい。いや、いますよ、今から。来た。めっちゃ首入れてる。めっちゃ首入れてますよ、ほら。皆さん、緊急会議を行います。ですね。私この拠点はもう限界なんじゃないかと思っております。あとね、これ、まあ、要はもともと立っていた借り物の物件を使っているじゃないですか。ちょっとカメラの前ものすごく通り過ぎる人がいる。なるほどなんかね、ちょっと怖い。なんかもうこの話聞いてる人たち怖い、動きが怖い、もう怖い。なんかシンクロしてる。でね、まあもう端的に言いますとですね、新天地を求めようかなと思っておりまして。なるほど。まあ、水とかね、木とかね、あ、ちょっと撃たない。クロスボウ撃たない。あ、ちょ、危ない、俺に弾が飛んできちゃってる。ね、豊富な資源があるね、水とか木とかね、話聞けよ。ま、話聞けよ。痛い。ね、死んだ。豊富なね、資源がある場所にみんなで行こうと。なので、皆さん荷物をね、大事なものを全部ポケットに持って、行きましょう。新天地へ。新天地探そう。で、そこで、ゼロから俺たちの家を作ろう。で、要塞を作ろうじゃないか。ゼロから。そういう計画です。でも、全部持っていくのはちょっとあれっすな。もちろんそうよ。全部は無理だから、なんかその持っていける。新天地を探してから、はい、あ、確かにね。確かに。探検用アイテムだけ持っていきますか。そうですね。それで行きましょう。じゃあ、でもこれ家帰ってきて家粉々になってるかもしれないですよ。まあ、大丈夫。それはそれですよ。それはそれか。皆さん、なんていうか、食料とか武器、防具など、そういったものを準備してください。水屋でー。さよなら。水取ってきます。水と、武器、薬、あれなんですっけ、寝袋。寝袋1個持って。食料などはね、隣の人がないって言ったら、それをあげて、こういい感じにしてください。優しい気持ちで。そう。みんな仲間だよ。誰か私にクロスボウの矢をもらえませんか？ないでしょうか？仲間だから？あ、いい。自分で作りまーす。すごいこれ。もういきなり煽り始めた。もういきなりだった。はい、はい。尖った石がもうちょっと欲しいんですよ。あ、草。仲間だから？そう、いや、これ、これ、あいつうぜえな。これ仲間大事。ここに銃入ってんじゃん、銃。これ、銃。ショットガンあるよ、ショットガン。誰作ったの、ショットガンなんて。シャープストーン捨てましたよ。あんたらすげえな、ショットガンとか作ってんじゃん。弾がないんですよ、弾が。弾がないんだ。そう。弾ないとね、ただの棒ですからね。いつから弾がないと思いですか？あいつ今日酒飲んでるんでちょっと頭おかしいんですよ。あ、お肉めっちゃある。お肉匂うんで。あ、匂う。お肉ね、匂うからちょっと危険なんですよね。やめとこう。缶詰がいいんですよね、缶詰。ゾンビが寄ってきちゃそうだね。なん
かすごい足音するよ。これ大軍来てるんじゃない？そう。あ、来てるわ、来てる来てる。そう。来てるよ。今、あなた方のお家の目の前を歩いてますよ。あなた方の。あ、なんかめっちゃいる。めっちゃ来てる。並んできてる。並んできてる。本当？本当ですよ、本当ですよ、本当。マジで？刺激しとく？刺激。やめてやめて、刺激しなくていい、刺激しなくていい。うわ、すんごい来てる。すげえ来てる。これさ、静かにやり過ごそうぜ。多分これ家の中入ってこないよ。マジっすか？多分これ家に一直線じゃないと思うけど。多分直進行軍ですね。そうだよね。これこのまま刺激しなければうちの中には来ないと思うよ。マジっすか？うおーって言ってる、うおーって言ってる。多分入ってこないと思う。あ、本当は通り過ぎてった。でしょ？へぇ。で、俺一回これで下を、なんか、なんていうの、見たくて、ガラス割ったら全部入ってきたんですよ。あっつって。あ、いるっつって。すげぇ、こういうのあんだ。ねぇ。近接武器をなんか余ってる方いますかね？僕今一応。私石斧の3つ持ってます。あ、石斧はありますね。石斧は大丈夫です。尖った骨ならあります。石斧ってどうやって作るんでしたっけ？石斧は、棒と。あ、そうだ、棒だ。俺また棒が足んねんだ。まあいいや。まだ棒いります？大丈夫です。現地でなんとかします。あ、なんかウェアウェア言ってますよ。え、大丈夫じゃない？入ってきてないっしょ。あのね、家を破壊してます。いや、これどんどん言ってますね。どんどん言ってます。家を破壊、家の地下を破壊してます。本当？これ、道迷っちゃったんじゃないですか、ゾンビちゃん。そのうち飽きるでしょ。狙撃しときます。じゃあ1階に行って、1階のなんていうか、家の中に侵入してるやつだけ地下から殺しますか？あ、どっか行きました。あ、壁1匹登ってます。あ、どっか行きました。あ、ほんとだ、壁に穴開いてて、その横通っていってますね。あ、でもみんな遠くに行ってるよ。まあ、そこから見えんの。カウソの右んとこ、それほら。違う違う、そこの壁に穴開いてんだよ。堀本さんのすぐ右、そこそこそ。ほんとだ。今見えたけど、横通ってったよ、ずーっと。おい、もうこの家はダメですね。そうなんですよ、なんかもうちょっと。なんかね、ここを補修することよりも、新しいものを作ろうと思いまして。まあ、鉱脈とか水とか木とかすげえ豊富にあるところに行きましょう。行くー行く。俺、せっかく綺麗な絵とか飾ったのにな。新しいとこで飾ろう、ね、はい、新しいとこで飾ろうね。そうします。どっちの方角に行くかなんですけどね、全く今わからないので。そうね、東の方がなんかちょっと緑色に見えるんで、こっちにもしかしたら植物があるかもしれないですね。東に行ってみましょうかね、とりあえず。東、うん、どっちが正解もわからないので、今9時なんで、これ早い時間になるべく出発したいですね。出発しましょう。あ、ゾンビもみんな遠くに行きましたね、だいぶ。準備できましたか、皆さん。食べ物全然ないんですけど、飲み物はきっちり用意しております。食べ物は、まあなんか持ってる人にもらいましょう。はい。あとは途中で回収しましょう、いい感じに。はーい。じゃこっち行きまーす。みんなどこいるんですか？あ、外出てる。今もう家の外にいますよ。待って、待って。あー、この家も、なんか愛用した感あるな。あ、ちょっと絵だけ取ってこないと。まだわかんないよ。まだ戻るかもしんないよ。その絵は贋作よ。いいです。何これ。車の中に石斧とかなんかいっぱい武器が入ってる。これ回収しとこう。これ多分誰かがしまっといたやつだ。これ後でみんな渡すから石斧ない人言って。ちょっとおじさん、ちょ、ゾンビ撃たないで。そっちじゃない、そっちじゃないよ。おじさん、バレてない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 、お前ら、お前ら、おじさん、自由だな。ちょっと、怖い、殺した方がいいのかな、あの人。ほっときなさい、もう、ほっときなさい。ね。ほら、じゃあ、やったやった。うちの学に行こう。行くよ、やった。はい、すごいね。はい。3匹ぐらいやった、3匹ぐらい。あ、やばい、寝袋置いてきちゃった、3日。寝袋作ろう。待ってくれよ。あ、太っちょだ。グループで絶対遅れ気味になる太っちょ。カオソさんが動かなくなってくると。あ、前になんか
あれが赤い煙が。本当だ。あれ取りに行きましょう、まず。はい。ゴーゴー。赤い煙と。緑のタヌキ。お前らほんとさ、はいはいはい、すぐセンタリング上げるのやめてくれる。みんな優しいなって思いますね。そうか。誰かがシュートすると思うよ。煙が3つある。そうだ、だからすごいよね。じゃあおで一番右行く。おで真ん中。おで近いやつ。あの全員太っちょだじゃん。太っちょがいる。太っちょゾンビが近くにいます。あれだよ、これはあっちは村の方向よっていうパターンだよね。ああ、知ってる。私そいつのこと知ってる。大体あの一巻の終盤で盛り上げてくるやつ。ゾンビにバレたんで逃げます。なんだこれ、ピストルのね、なんか部品みたいなやつでした。正直あんまりいらないかなって感じ。代わりに紙入れとく。真ん中の、もう一個、もっと遠くにもう一個ある。本当だ、何これ、すごいね。過去に落ちたやつが全部残ってんすかね、これ。めちゃんこゾンビがいますよ。うん、まあ、気にすんなよ。めちゃんこ。この歌知ってるやつね、多分おっさんだよね。この歌の若い子知らないと思うよ。知らないですか、ね、真ん中は薬でした、絶対知らないと思う。残念だわ。結構ゾンビがいます。あられ温度で検索してください。出てきます。ボンビーロン。あ、近くて当たんない。危ねえ。近くて当たんない。あ、でもこの辺も木生え始めてるな。やっぱ予測通りだったね。この緑色は森って意味だったんだ。結構ゾンビが徘徊してる。木はいっぱいあるな。だからこの辺で水辺とか、なんかちょっとこう、めぼしい鉱脈とか、なんかそういうポイントがなんかあれば。で水辺近いですよ、ここ。あ、ほんと？はい、すぐ降りてったらもう海っすもん。海、川、池？うん、そういうやつ。これ建物があればいいなって感じ。いや、もう人工の建物に頼るのやめましょう。我々で作りましょう。人工の建物違うな。天然の建物。うん、まあ天然の建物も違うんすけど。お前後でビンタな。おかしいな。石斧でビンタな。痛い、それめっちゃ痛いやつですよ。あ、やばい、ちょっとなんかゾンビ狩りに夢中になったらはぐれるパターン、これ。危ない。ちょっと待ってくださいね。あ、いいじゃない、ここ木すごいあるじゃん。あった、なんで。あ、俺もうご飯がもうないんだ。早いな、もう。走るとな、腹減るのかね。ご飯ピッコロさんやで。ピッコロさんなの ?1 ミリも似てなかったんだけど。いや。ちょっとごめんなさい。みんなとはぐれたので、はい、一旦、フレンドにセーブ。そして、水とご飯食べた。これで元気いっぱい。そして、インバイト。あ、めっちゃインバイト来た。インバイトめっちゃ来た。えい。インバイトしといた方がいい。あ、いるわ、片っぽいるわ。いやー、いいとこじゃないの、ここ、なんかのどかでさ。パパ、ここいいじゃないの、私ここに住みたい。あ、でもゾンビがいっぱいいるよ。すごい、トラックフレンドっていうのがやっとくと、緑の矢印が出ますね。なんですか、それ。フレンドの足跡ってことですか？どっちの方角にいるかっていうのが、コンパスに出るので、マイフレンドを選んで下のトラックフレンドっていうのを。へぇ、コンパスってどこですか？コンパス、アイテム欄のベルトの上の N とか E とかあるじゃないですか。やっぱ俺ちょっと完全に置いてかれてる。完全に置いてかれてる。おぉ、すげぇ。これじゃあ赤鬼さんが来た。フェイさんをトラックしとけばいいですね。フェイさんどこ行ったんですか？私どんどん、あ、キャンプ場を発見しました、皆さん。なんかここいいとこだなぁ。ここいいとこじゃない、結構。天国良いとこ一度はおいで。これ知らない。うまい。え、知らないんすか？え、それ鳩屋？これ、めっちゃ有名ですよ、これ。マジで？はい、天国に行った酔っ払いですよ。鳩屋は、鳩屋って何すか？鳩屋に決めたですよね。そう。なんで一番最後歌っちゃうんすか？伊藤に行くならがない。まさかのダメだし。はっきり決めたからでしょ。ああ、九州に鳩屋ないからね。ないですよ。あ、そっか。
はい、鳩屋って何すか。そっかそっか、鳩屋知らないんですね。鳩屋知らないとか、マジ義務教育からやり直した方がいいっすよ。マジで鳩の丸焼きを売りにしているイタリアンレストランです。それ嘘ですよね、絶対。普通の情報じゃん。いやいや、本当ですよ。え、マジで。はい、めっちゃゾンビいますよ。イタリアンレストランなのに鳩の丸焼きっておかしくないですか。え、イタリア人全員鳩食うんですよ。え、俺イタリア人ですけど、そんな習慣ないっすよ。あ、そうそうですか。ちょっと頭出して、ミクギバット拾った。ボンジュール。お前イタリア人に謝れ。ボンソワール。あ、なんかあった、なんかあった、みんななんかあった、でかいね、なんかね。ジョンボンジョビ。いや、話聞けや。でかい、あの、建物があって。あ、豪邸がある。でしょ？でしょ？じゃあ、ほら、缶詰がめっちゃ落ちてんの拾えない。これは相当なもん。あ、何これ。なんかすごいね。そう、こういうの作りたいの、こういうの。こういうのを作りたい。おい、ちょろってやったらいきます、こんな。ほんと？うん。あ、すげえ！みんな、プールある！わ、すげえ！ここすごくね。じゃあちょっとここの水、あ、また飛行機。飛行機。あ、飛行機落とした。いた。飛行機。結構なんていうか、まだ人類余裕ありますね。すごい、ここ超豪邸。めっちゃ綺麗。あ、ゾンビーズボイス。中に全然でもゾンビいないよ。え、めっちゃいますよ。本当？俺の家政婦みたいなのがいます。え？え？あ、なんかお風呂もすごい、お風呂も。ちょっとここに住みましょうよ。やだよ。え？こんな豪邸、お前、世界観違うだろ、これ。じゃあ、これと女、じゃテレビとか欲しい、だって。テレビは、でも電気通ってないからつかないでしょ、どうせ。あ、痛い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 、あ、お腹すいた。え、何？どこで戦ってんの？どこで戦ってんの？お腹すいた。なんかすごいね。なんか向かいにも一軒豪邸がある。あ、なにここ、なんか豪邸ばっかりだ。これ別荘地だ、なんか。さ、食べ物とかお持ちじゃないですか、食べ物。ありますよ。ちょっといただいてもいいですかね、恐縮ですか。別荘地。この別荘にあるなんか金目のものをいただこう。どこにおいでますか。はいはいはい。あ、あ、いたいたいた、よかったよかった。どうぞ。トロフィーいらない。トロフィーいらないな。なんかやっぱ金持ちの家だけあって、もうあさりつく。あ、死んでる。誰か死んでる。どうぞ。あ、私です。いい家に住んでたんですね。こんないい家に住んでても結局死ぬんですよ。はい。あ、金庫だ、金庫。何も入ってね、切れそう。金庫だよ、だって金目のもの入ってんじゃないですか。このベッドは飾りのベッドなんだ。大変申し上げにくいんですけど。はい。大変申し上げにくいことを申し上げてもよろしいですか。何でしょうか。実はこの豪邸もう漁った後なんです。あ、マジで、はい、だからか。ほんとだ。なんか冷蔵庫に唯一水が1本だけ入ってました。それはずっとゾンビがガラガラガラって言ってんですけど、どこにもいないですね。危ない、この上すっから焦ってた。赤堀さん気をつけて。あ、そうでした、そうでした。ほら、刺され。どうしたんすか？あ、痛い。お、次、詰まってる。なんだこれ。そうか、だからこれなんかいいところなんだな。なんかこう、金持ちが住んでる、こう、避暑地の感じするもん、なんかもう。道からその感じが。あ、ファイアックス。いいね。お、危ねえ、危ねえ。危ねえ、なにこれ。あ、すごい、なんかいっぱいある。なんすかこれ。これ寝袋置いときます。あ、そうっすね。ここちょっと。ここいいとこだなぁ。ここ拠点にして、家建てたらいいじゃないですか。ここ、屋根裏がすごくいいんですよ。うん。ダメ！いや、違う。あ、ちょっと取らないで、私。ダメ。そんな、お前、そんなね、いい家住んじゃダメ。違う。ここを、その、ベースキャンプにして、家を建てるんですよ。仮設住宅です、これ。ダメ！ダメか。それは違う。それは違うよ、カオソくん。それは違う。それはなんかね、ずっと、なんていうか、家から出れなかったな、
やつがやっと一人暮らしをするって踏み切ったのに、あの実家の近くに住んじゃうみたいな、あそのぬるさにちょっと近い。それわかります。わかる。なんか飯食いに帰っちゃうみたいなね。わかりません。いいからついてこい。破壊してる破壊してる。いいからお前らついてこい。ファッキンボーイが破壊してる。俺も破壊する。あの動画を見てる方はファッキンボーイの意味がわからないと思うんで説明しますが、これですね。あのここに日本語を入力したらしいんですが、日本語が文字化けしてこうなっちゃってファッキンボーイみたいになっちゃった。あ、来いファッキンボーイ。次どこ行くの？どこ行くの？This my fucking。わ、こっちになんかまた新しいなんかね、公民館的な図書館的なものがあるぞ。そこは知らないっす。あ、ドーンつってドーンつった。誰かレシピ覚えた。あ、バレた。あ、なんか、ゾンビが屋上でぼーっとして、あ、何匹かいるな。怖いな。あ、お、フェイさんめっちゃ離れてる。公民館だからね。これどうやった？あ、トラックフレンド。フェイさんを選んでトラックフレンド。トラックフレンド、トラックフレンド。あ、想像以上にここゾンビいっぱいいるな。できて、できてる。あ、できてる気がする。待って、待って。ヘルメットが入ってた。ファイアックス誰かいらない。私あの、ストーンアックス3本持ってます。ファイアックス。アイアンブーツ、スケメティックみたいなやつ。なんだこれ。多分、服じゃないですか。アイアンだから強いんじゃん、それ。うん、鉄っぽい。着とこう。行きましょうよ。アイアン。やっぱ着るものっていうよりは巻物みたいな感じなんですけど。あ、それ、じゃああれじゃないですか。あれだ、あの、顔に巻くやつじゃない。顔に巻く。レシピじゃないですか、レシピ。顔に巻く。レシピ。あ、レシピでした。てか、なんか俺、侵入されてます、これ。それなりにピンチかもしれない。それならみんな。あ、これ本当に死ぬかも。すげえいい。ありがとう。あーやばいな、何気にやべえな、これ。会う日まで。あと7発。みんな来てくれるかな、みんな来てくれるかな。みんな来てくれるかな。いいだもん。来てねえよ。あ、やべえ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 。あ、すげえ、壁登りしてるわ。マジ死ぬ、マジ死ぬ、マジ死ぬ。この食らった時に鈍足入るのやべえ、マジ。やばい、想像以上に本当にやばい。よいしょい。ちょっと誰か来て、走り抜け。はいはい、よいしょい。危なかった。ないない。高まって大事。ありがとうみんな。音速されようとも僕は歩くのをやめない。それどんどん出てくるな、これ。どんどん出てくる。そうなの、ここすごいの。弓矢を作りますね。すごいいるの。なんかヘルメット拾った。おぶつさん離れて。どこに？離れておぶつさん。おぶつさん離れ。はい、今多分カワウソはもうそんなに投げる必要もなくなったなって思ってる。俺ね、今知ってんぞ。俺今知ってんぞ。おい、カワウソ今ね、実はお前殺されそうだったよ。今ね、赤鬼ね、そこのドラム缶ね、多分撃ったら爆発するって思って、パスって撃ったよ。危ねえ、あの人。お前今、イオシ狙われてた。クロスボウでは爆発しませんでした。だから、ここゾンビすごいな。あの、一つ言えるのは、私あの爆弾を爆発させた影響はあるのかなっていう。あのないです、ね、いやもう爆発してないです。しましたしました。火つけました。いたあ、スコップだ、スコップ。火つけました。私の画面では爆発したように見えなかったです。今14時か、まだ余裕あるな。この坂の上行ってみようか。この坂の上、坂の上の雲、坂の上の田村村。あ、これボウガンなくなった。お前ら本当は。いやしかない。あ、そうだ、棒は私は持ってたんで盗みました。それ、嘘を。捨てますよ。ここ、どこにいんの？いた、ちょっと、あの、来て来て。あ、水があるよ。水、みんな水、水、水。はい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 。落とすよ。はい。水って何？水辺？あと、はい、ありがとうございます。うわ、いらねえかい。棒が作りたい。どうやって作るの？木と。やばい、HP がない。みんな HP がない。枝を薬のも欲しい人あげる。ボガン欲しい人あげるよ。薬をベロベロ持ってます持ってます。薬をぼっくり。あ、余ったらちょうだい。余ったらちょうだい。違う、これバンテージだ。矢が増えた、17個。矢もあげます、矢もあげます、矢もあげます。はい、ただ俺そんなにこれ長く持たない気がしてきたな。 HP だいぶ減っちゃったな俺も。俺も
バンテージを使ってみる。この辺に俺そろそろベッドを設置するべきかもしれないな。バンテージ結構ゆっくり回復するので気をつけてくださいね。はい。ピョンって回復しないですね。じわじわ系なの。じわじわ系ですね。これで死んでもここに復活する。常に寝袋は1個持つ。よし。あ、また必殺技覚えた人がいる。でーん。ここいいとこだなぁ。ここいいとこなんだけど。え、この壁めっちゃ硬い。なんかこの先、この先雪国だなぁ。やってやるとすぐです。ここ。雪国はちょっと住みづらそうだよなぁ。雪国は雪とブルーベリーしかねえっす。ブルーベリーがあるんだ。だって雪国ですからね。あ、すごい、尖った骨だ。俺、雪国の常識知らないけど、ブルーベリー生えてんの。なんかそのようですよ。ほんと？すごいな。僕一応南国生まれなんで、北の情報はわかりますよ、ね。すいませんね、目の前出てきて。はい。はい、よし。屋上がある、屋上。鳥の巣がある。卵がある。怖い。危ない、この打ち方危ないと思う。あ、こう上登れるじゃん。ほんとだ。バックした、誰がいた？私です。なんかないかなぁ。うわぁ、なんかこの雪国との境目かぁ。この、なんか、倉庫みたいなとこもいいんじゃないですか？ん？この上キャンプにするのいいかも。上は安全。雪国行っちゃうとちょっとしんどいので。雪国だからもう離れてますよ。でも家作るなら水辺が良くないですか？そうなんですよ。だから今水辺を探してるんです。北、左上にあります、左上。私が今いるところの左、フェイさんの左上。いや、違うな。それ違う。違う。それは違うな。違う？それは、君がしょっちゅう水を汲みに行ってた水辺でしょ？新しいやつがいいんですか？それは新天地ではない。新天地。俺、みんなにめんどくせえなって思われてるだろうけど、自分を曲げない。大事。意志力大事です。そう、俺本当は普段は協調性高いから。でもこれは譲れない。みんな来て。はーい。あ、たたた、あ、やばい、またなんかいろいろ切れて死にそう。やばい、俺やばいかも。あった、缶詰があった。いや、でもなんか死が見えつつあるな、これ。あ、俺骨折してる。え、なんで？あ、高いところから、距離だからだ。なんだっけ、スプリント。飛び降りたらダメ。はーい。ダメったらダメ。絶対飛び降りるなよ。絶対に飛び降りるなよ。押すなよだよ、それ。質問求められてる、今。ここガソリンスタンドだ。爆発するんじゃないですか、これ。ガソスタなんてあった？ここガソリンスタンドでした、今いたとこ。これ嫌だと思ったらガソリンスタンドでした。ていうか、俺、すげえ孤立してることに今気づいた。一応そっち向かってますよ。ありがとうございます。なんかねえかなぁ。なんかさぁ、この、ここいいよ。すごい、ここいいと思うんだよね。なんか木もいっぱいあるし。うん、いいじゃないですか。なんか凹凸がすごいあるから、洞窟みたいなのも作りやすそうだし、超良さそうなんですけど、あと水だよね。近くに水があれば完璧なんだけどなぁ。もし松葉杖できた。あ、トイレがあれば無限に出てきますよ。家発見、家。いや、それは違うよ。それは違うよ。水は違うんだと。何回言えばわかるの？これいつなんだろう、まずか。そろそろベースキャンプを考えとかないと夜になった。ベースキャンプここにありました。皆さん来てください。でもゾンビが20匹ぐらいいます。どうでしょうか？倒しといて。冷てぇ。飛天御剣奥義。流水戦。あんまり早く走れない。うるせえかな。実写版では10本刀が1秒でやられていました。折れてるか？ネタバレや。どうせい、あ、どうせい、水辺あるじゃん、ここ。はい。池みたいな。えい。俺一人でマジで全員殺しちゃうよ、こいつ。
すごい。飛天蜜剣池がある池。池あるよ、池。一子相伝。あ、マジで池どこ？俺のところにありますよ。やや、やや左。地図を見る余裕ゼロです。ちょっと交代したところあたり。家の近くですよ、家の近く。ロッチハウスの近く。めっちゃ近いとこに。ここいいじゃないですか。ほぼ3分ぐらいです。この人、松かせついてるの？なんだろう？よし。あ、みんな来た。これ見て、これ全部俺が殺したんだよ、これ。あ、誰も見てくれない。すごーい。あ、池についた、池。でも俺負けないんだ。池がある、池。評価されないと、ポテンシャルを出せないなんていうゆとり世代ではない、俺は。まだ増えてますよ、でも。どんどん向かってきてますよ。あ、いた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 。これ、結構ゾンビが池の方から向かってくる。じゃあこのここを今晩の拠点にしましょう。ヘッショちょっと降ります、ね、ヘッショヘッショ。あ、ありがとうございます。後ろのドアなんか溶接みたいにされてる。あ、ですね、塞がれてるんでいいんじゃないですか。それはそれで。あ、なんか能力が覚えられる本がありました。いいじゃないですか。水が2個入ってる。素晴らしい。動いてないゾンビが2匹ぐらいなんですよ。これなんか速攻でも破られそうかも。水がちょいちょい入ってますよ、1個ずつ。素晴らしい。あ、ここにキャンプファイヤー的なものがある。おお。デフォルト装備。ここいいですね。ここちょっと一晩ここで過ごしましょうか。ベッドがある。ベッド、このベッド使っていいですか。ちょっと僕2階で一瞬ロムるんで、皆さんゾンビなんとかしててください。